皆さんこんにちは。今回はエゴノキの剪定を取り上げてみたいと思います。エゴノキは昔から日本全土に自生している雑木ですけれども、一時期庭に雑木を取り入れるのが流行った時に出回るようになりました。 5、6 月に真っ白な小さい花がたくさん咲いて綺麗ですけれども、もともと山の木ですから成長が早く、自然樹形のまま大きさを保っておくのは難しい木だと思います。木の性質を知らずに庭に植えてしまい、困っている方も多いのではないかと思います。中にはこの白い花にたくさんの蜂が飛んでくるので、それを嫌って伐採してくれというお客様もいたりします。小さくしようとすると枝先を詰めることになり、その木本来の自然樹形が失われてしまいます。こちらのお宅には2本のエゴノキがあります。この写真は2018年に当時の従業員が剪定したものですけれども、木を小さくしようとすれば普通はこのように自然樹形を失ってしまいます。まあそれでもこのお宅は2007年から14年間毎年1回手を入れていますので、放っておけば10メートルにもなってしまうエゴノキがこの程度の大きさで収まっているのだと思います。2020年から私が引き継いでやるようになりました。この年は枝先を詰めてちょっとずんぐりしたような感じに仕立てましたけれども、その次の年は枝先を生かして伸び伸びした感じに仕立ててみました。どちらの仕様でやっていくかちょっと私も迷っているような状態です。それではまずこの時の剪定をご覧ください。エゴノキらしい枝の伸び方をしていますね。ここは何年か前に切り戻したところだと思います。ちょっとごつくなっていますので、この脇の柔らかい枝に切り戻した方がいいのかもしれません。この幹は根元から枯れているようです。おそらく真杭虫にやられて、その後ダンゴムシが食害して、その後をアリが利用しているようです。簡単に折れてしまいました。最初からアリがかじったわけではありません。最初の穴は真杭虫、いわゆる鉄砲虫が開けた穴だと思います。モミジなどもそうですが、エゴノキなどは特にこの鉄砲虫の被害が多いので、その例をご紹介します。鉄砲虫と呼ばれるこの虫はカミキリムシの幼虫です。木の内部に入り込んで食い荒らします。木の芯の部分を食い荒らされても木は枯れることはありませんけれども、厄介なのは皮の下をかじられた場合です。ここには大事な管が通っていますので、皮をぐるりと剥がれると木は枯れてしまうのです。さらに厄介なことには、この虫は非常に巧妙にトンネルを掘っていくので、皮をめくってみるまでその被害の状況がわかりません。地面に落ちている木くずや、なんとなく水気を失ったカサカサになった幹肌などを観察すれば真杭虫の兆候を知ることはできますけれども、注意深い観察力が必要です。こちらのお宅にも長いこと手入れに通っていますけれども、年1回の管理では見落としてしまうことがあったり、手遅れになってしまうことがあったりします。この虫が入ったからといって必ずしも枯れるということではありませんが、放置すれば倒木などの危険な状態を招くこともありますので、やはり早期発見、対処が必要だと思います。
この後、虫の映像が流れますので、苦手な人は飛ばしてください。結局こういう部分は切除せざるを得なくなります。この場合はここまでの切り戻しで済みましたが、場合によっては根元から切らなければならない場合も生じます。先ほどの現場などは根元から折れてしまいましたもんね。気をつけたい害虫の一つです。それでは本題の剪定に戻りましょう。フェンスの間から出てきているような下枝は太くならないうちに処理しましょう。この辺りは平行枝になっているので少し減らさないといけませんね。内向枝などの忌み枝を処理していきます。この辺のごつい感じをなんとかしたいですね。ちょっと迷います。とりあえずこれはなしでしょうね。残りはまた後で考えましょう。
ここね、やっぱりこれですかね、悩みますな。ちょっと下から眺めてみましょう。雑木は難しいですね。切れば切るほど不自然になります。決まりましたか？良い答えが見つかりませんでしたけれども、今回はこれで切り上げることにします。迷ったら切らないというのが私の主義です。次にもう一本のエゴの木を剪定します。こちらの木は枝先を伸び切りにしないで、少し切り戻してこじんまりさせる剪定のバージョンでやってみます。枯れ枝は必ず取ります。交差枝の処理をします。長い枝を短い枝に切り替える切り戻し剪定をしていきます。
内向枝を取ります。脇枝への切り戻しです。ちょっと眺めてみて、濃さのバランスを調整します。こういう枝を切り詰めてしまうと、とても人工的な枝ぶりになってしまうのですが、突出しているので仕方ありません。この辺にしておこうかと思います。ところで、先ほど鉄砲虫にやられたエゴノキをご紹介しましたけれども、こんな切り方をしたものですから、こんな風になってしまいました。もともとかなり狭いところで太くなってしまったものですから仕方ないんですけれども、この先この木と私がどのように付き合おうと考えているか、それをお話ししておきたいと思います。もともとこの木は3本立ちの木で、鉄砲虫の被害を受けたのは両脇の2本です。真ん中の1本は被害を受けていませんでした。今回両脇の2本を健全なところまで切り戻しました。真ん中の1本は真空虫にはやられていなかったものの、長年の剪定でかなりゴツゴツしてあまり良い枝ぶりではありませんでしたので、私はこの際木全体の再生を図ろうと思いました。そこでこの真ん中の1本をあえて台切りすることにしました。これによって来年はこの台切りした切り口から新しい芽が数本出てくると考えています。もちろんこの両脇の2本の木からも新しい芽が出て、もしかしたら良い枝ぶりになるかもしれません。それはそれで良いのですけれども、いずれにしてももうこの庭にとっては太くなりすぎている木ですから、将来的には何とかしなければならない状況になるでしょう。その時にこの真ん中から伸びた新しい芽が新しい幹となって次の代を担ってくれると思うのです。そうなればこの両脇の太い幹も元から切ることができます。
このようにして新しい幹を育て作り、脇から出てくる新しい芽も使いながら新たな株立ちの木を作っていく予定でいます。これからその作業をご覧いただきますが、今説明したようにこれはあくまでも次のステップに向かうまでの暫定的な手入れとなります。お時間のある方は見ていってください。ご視聴ありがとうございました。Thank you.